はい、どうも、コンシェルです。あのね、ネット不見工作やって、相手の方から連絡が来るようになるってことは、ま、結構あるんです、これは。で、えっ、ー、と、あなたも自分磨きをしている。で、その自分の変わった、その外見、外見的に結構変わったっていう、その写真を、LINE のプロフィール写真とかに設定し直してて、で、なおかつネット不見工作も仕掛けてるので、えっ、ー、と、ご依頼される前は、僕にご依頼される前は、全くもう、既読する、未読するだったのにもかかわらず、ネット不見工作終わった後、もう一回連絡してみたら、あのー、前向きな、どうしたのみたいな、 感じの軽い返返事が返っっててきましたっていういい話は多いんですがそこから先失敗しちゃう人もちょいちょいいましてですねでなぜ失敗するかっていうとまず男性に関してはおっさんなんですよその対応が。でおっさんってどういうことっていうと自耳くさいってどういうことっていうと結局その。 だろう、上から目線だったりとか、あのー、セクハラみたい、セクハラじゃないんだけど、それ聞く必要性があるのかっていうところを聞いちゃったりとか、あのー、礼儀がなってないとか、謎にそのため口で、えー、フレンドリー感出そうとしてるんだけど、そのフレンドリー感をあえて、振られた相手で自分が元彼でね、あのー、振られてね、えー、復縁したいの自分なのに、フレンドリー感出す必要はあるかなっていう。 自然体として自然なその対応するのはいいんですけど久しぶりの連絡なんだから基本的に敬語じゃん当たり前だけどそこを謎にフレンドリー感を出さなければって思ってフレンドリー感を出したはいいもののよくないんだけどフレンドリー感を出すことによってですねで相手がカチンと来るっていううーなななれなれしいなこいつっていう風に思われてしまうとかっていうことが結構多いんですよねでそれはやっぱりそのまず男性に関して言うととにかくそのおっさん 昭和のおっさんの思考回路が20とか30のくせにまだ残ってる人いるでしょう うんそれはもうほんとね、その、じゃあ原因どこって言うと家庭環境だったりとかするんですけど、あと地域性も若干あるんですけど、それちょっと置いといて、ま、いろんなところでそういう話は、別の動画とかでもしてるから置いといてですね、今回とにかく言いたいのが、その上から目線のおっさん発言若いくせにすんなよってことっす。それによってさ、ネット不健工作は高い金額をお支払いしていただいてですよ、ご依頼していただいて、で、ネット不健工作うまい感じで、えっと、相手に影響を与えてるのに、で、相手から、ああ、久しぶりって普通に連絡が返ってきたのに、 自分でぶち壊してしまうっていうことになりかねないんですよ。 で、それの、その、最たる例っていうか、あの、最たる例っていうか、まあ、その、ぜひ知っといてもらいたい例だね。がありましてですね、えー、これ、あのー、3月の初めぐらいかな、にニュースになりました、あ,あれです。岐阜県岐南町っていう町がありまして、で、そこの町長さんがすげえセクハラとパワハラだということでですね、職員の8割から嫌われてる、もうその、第三者委員会まで入って、文春か何かに、その、情報リークされて、告発されて、大問題になって、えっ、ー、と、検索すればいくらでもニュース記事、 とニュース映像まあそのいろんなあ、まあ、メディアが放送してましたから謝罪会見とかねえー、とそれ出てくるんですけどそれのね99のセクハラの報告書っていうの疑南 <laughs> 町のホームページ行くと見れるんですよでその中でその町長さん74歳って書いてあるな74歳の。 町々さんがですね、行っていた99のセクハラ並びにパワハラ行為。まあ、主にセクハラなんですけど。あのー、それがこと細かに書いてあって、まあ、とてもかわい、かわいそうって言っちゃいけないんだけど、男としては同情するところがあるんだけど、まあ、やってること正直、皆さんに似てるんですよね。その復縁を自分でぶち壊しちゃう。せっかくネット復縁工作にやったのにも、いい感じになったのにもかかわらず、自分で上から目線でぶち壊しちゃうって方に共通するところがある。 で、例えば、その報告書を見てますとですね、あの、その74歳の町々さん、女性に対して、えっ、ー、と、例えば、俺、色白だろう色白だろうと言って、ズボンをめくり上げて、要はあ、あれ、ズボンの裾をめくって、すねなどを見せつける行為。と、あと、手、手、スベスだろう白いじゃろつって、触ってみっつって、あの、こう、手をこう、触らせようとする行為。自分の体のすべすべさ。 じいさんだからね。<laughs> でもまあ、すべすべさ、白さを見せつけようとするのを、その、どれ、どうだ見てごらんって、やる行為があるんですよ。それが結構あってですね。で、それは、その職員のみんなが嫌だっていうふうに、第三者委員会のアンケートでは、あの、非常に言われてることなんですけど、皆さんやるんだよ、これ。僕お、僕、俺、こういうことしてるんだ。言うじゃん。なんで言うの自分の頑張りを。伝えたいのはわかるよ。 復元したいんだからね。言っちゃダメじゃないそれは、あの、自分のその努力を見てよっていう,う、その自分のいいところを見てよって言ってるこの74歳のおっさんと変わらないよね。あなたがもし筋トレをしてさ、ムキムキになったとする。ムキムキになったよねっていうふうな写真を送る。例えば LINE で仲良くしてるときに、あの、LINE で連絡し始めたときに。そういう系のことをやっちゃう人いるんですよ。変わった自分を見てほしい。それは LINE のプロフィール写真変えときゃいいじゃん。 それだけで済む話、言わなくてもいいのよ。なんで言うかね。なんでその要求する相手に。あなたが普通にただ聞いただけっていうこともなんか教えてほしいってことを聞いてるわけだから。それ要求だからね、うん。要求してもいいのはもうちょっと仲良くなったからでしょう。最初の段階で要求してはいけないよね。うん。で、その他には、これはもうその、これも非常にね、あの、その、ニュースでは、ニュースではっていうか報告書では <laughs> 書かれてるんだけど、 頭ポンポンですよ。女子社員に対して頭ポンポンポンってする、されるすごい嫌だって言ってて。頭ポンポンはさすがにね、できないでしょあの、まだ LINE でね、元カノと連絡取れるようになりましたっていう状態だから実際にポンポンはできないけど、頭ポンポン的な発言ってうの、やるじゃん。例えばそれがその頑張ってるねとかね、立派だねとかね、 そういう系の、その、褒めてるんだけど、実は上から目線が心の中にあって、あの、自分の会社の上司にだったら絶対に言わないようなことを元カノに言っちゃう。元カノが資格、これ前も言ったと思うけどさ、元カノがなんか資格試験頑張ってて合格した。合格したらしいね、すごいじゃん。うん、その言い方社長にはしないでしょ。例えばそれ言うんだったらさ、本当にすごいね、俺にはできないことだよって言うのが、まあ、義理政府じゃない 社長にだったら言ってもよさそう。社長がなんかた、た何かやってきてくれた。社長すごいっすね。自分にはできないっす。うん、社長立派っすね。言わないよね。社長頑張ったっすねって言わないよね。うん 俺にはできないっす。自分にはできないっす。っていうぐらいになったら、自分を貶めるってこと自体が褒めになるんだから、そういう表現をしなければいけないのにもかかわらず、なぜかその若いのにもかかわらず、昭和の感覚抜けきってないあなたは、すごいね、頑張ったね。まあ、すごいね、ギリ政府だったけど、政府だと思うけど、頑張ったね、立派だね、系のことを言っちゃうんですよね。それ、頭ポンポン行為の、 発言バージョンじゃない言葉バージョン。あとね、あの、特に、これ、これも皆さんやりがちだと思ったのが、その町々の行動の中にあってですね。えっ、ー、と、いきます。町々室に呼ばれ、こういう時間も大切だでな、と言われて頭を撫でられた。<laughs> 偉そうすぎ。大切なわけねえだろ。お前が呼んだから来たんであって。うん、で、お前の大切さを押し付けてるっていうか、その、 いやほんとその大学の時にそういう先輩いたよなんか今思い出しちゃった。こういうのも大事だからさつって、完全にその後輩が呼ばれてるだけなのに、こういうのも大事だからさって言ってくるやつ。うん それは先輩後輩だからいいよ、そりゃ。ただ、元カノとか元カレに対して、復縁したいこっちから連絡をした時に、連絡をして返事が来て、でなんかそういうその、こういうことも大切だよね、みたいな、説教じみたことを言うのっておかしいでしょ、やっぱり。でも言う人いますよ、うん。 例えば、ネット普遍工作では、実際に、例えばそのね、別れた相手と、あの、相手から連絡来たらね、あの、ま、返事してやるのもいいんじゃないみたいなことを、あの、あなたの元カノ元カレとかに間接的にこう伝える、もしくはこっちの投稿読ますみたいなことをして、ま、そういう時間も大切だよって、元カノ元カレから、あなたから連絡が来た時に、元カノ元から嫌だ嫌いだから別れたのに、また連絡来たってならず、あの、返事ぐらいしてあげなさいよっていうことは、あの、間接的に相手に、相手の心 に影響を与えるようにネット付近工作の作の業で行っておりますがそれはあなたが言うことじゃないよねあななたが言うことじゃないのにもかかわらずそのネット保険工作の内容っていうのはあの工作期間が全部例えば2ヶ月だったら2ヶ月就労したらこんな感じでやりましたっていうのをお客様に対してね依頼者さんに対して報告書っていう感じでこんなその投稿をしたりとか相手に対してこんなメッセージ送ったよみたいなあのそのパソコン画面のが画像のスクショをバーってたくさん貼ってるような報告書をお渡しするんです。 それを、依頼者さんでそれ見ちゃってるもんだから、僕がネット復元工作でやったそれを自分で言うっていう方も時々いらっしゃるんですよ。それ言っちゃったら終わりですよねっていうことがあって、やっぱり。あの、なんだろう、その元カノとか元カレ、まあ別れた相手とこうやって、まあ連絡する時間も大事じゃないみたいなこと。どの口が言うのそれ言える立場じゃないでしょ ないけど、なんかその、それはね、冷静に考えると皆さん分かってんだけど、なんかこう、あたふっちゃって、あたふたしちゃって、それ言っちゃうなんかとにかくその相手の心どうにかしたいと思って、相手の心をこう、何かで縛り付けるような、あの発言をしちゃうんだよ。だからその元彼とか、自分ね、自分、元彼である自分から連絡来て、こうやって返事、返事っていうか、話することも人生にとって大切だよ、みたいな。 どんだけホストなのそれ。どんだけ勘違いホストの発言ってなるよね。そういうこと言っちゃう人いますよ。自分は言わないって皆さん思ってると思いますけれども、結構いらっしゃいます。はい。あとね、えっと、いきます。シャツの女性だね。もちろん女性の被害者なんだけど、シャツの前部分だけをズボンの中にこう入れているファッションあるね。あの、なんか、 この辺、後ろの方とか横の方はちょっと不安と出しといて、前部分だけちょっとくしゃくしゃっとこう、上手にこう、サミ入れとくだけみたいな、そういう女性のファッションあるじゃないですか。<laughs> そんな感じでシャツの前部分だけをズボンの中に入れていたところを、声をかけれ、声、声をかけられ、なんや、なんやそれファッションなのかと言われ、嫌な視線、要はいやらしい視線を感じたっていうのがあります。不快な視線って書いてありますけど、まあこれ簡単に言うといやらしい感じだね、うん。 わかる。それ男としてはわかる。ここはあえて女性の皆さんにとか男性の皆さんに説明するために言っちゃうけど、ここだけ入れてると、そこの、その、下腹と言いますか、あの、へそ下っていうか、そこって男にとってそこのふっくら感って、正直セクシャルセ、セクシャルな感じするところなんですよ。その、股間そのものではなく、うん、その上、へそと、ちょっと言えよ、へそと陰毛の間です。 へそのい、へそと陰毛の間の女性のあのお腹のラインの、その、なんかこう、穏やかな膨らみみたいな部分って、ちょっとね、男性的にはそそられるもの若干あるんですよ。うなじと似てるんですよ。何にもセクシュアルじゃないんだけど、<laughs> なんか惹かれちゃう部分があるんだよ。正直。これはその報告書を読んでる男だったら全員わかると思うわ。はあ、で、そこを見,見られたわけだな。つまりこれどういうことかっていうと、相手の、 そのセクシャルな部分。これは男性だね。男性向けに言うけど、あの、例えば、その、なんだろうね。その女性にセクシーさを感じる部分ってあると思う。で、えっ、ー、とそ、例えば髪型変わったね、素敵だねとかさ。なんかその、なんだろう。髪の毛切ったねとかさ。そのネイルが素敵だねとかさ。 そういうこと言うといいみたいなやつあるじゃないですか。で、確かにちょっと仲良くなってくれはそれもありなんですけど、しょっぱからそれ行く人がいらっしゃるんですよ。それは失礼なの。普通に。あの、普通の会話でも失礼じゃない。あの、かなり久しぶりに会った女性の友達、元彼じゃなくて、かなり久しぶりに女性の友達と会ったとするお、何年ぶり ?5 年ぶりっすね。いや、ネイル素敵ですねって言っちゃダメだよね。 すぐね、あの、女性の細けい部分見るのってエロいんですよ。あの、女性はエロいって感じる痴漢なんです、それは。だ,だから、僕も見ちゃうんですよ、それは。久しぶりに見たら、もう、セクシャルの部分全部もうね、あのー、なんか、なんだ、ターミネーターみたいにビビビビビビ,ビ,ビって出るよ。出るけど、顔に出さねえし、言わねえし、言及しねえよ、そんなこと。うん、でも、言っちゃう人いるんだな。細けい部分。 うん。あのー、髪のあれとかさ、イヤリングがこうキラキラしてて、えー、ね、ピアスがすご,すごい素敵だとする。そのピアスって、その細かいところを見るのが痴漢の目線なんだ。痴漢のおっさんの昭和の目線。だからそこ言及しちゃダメよ、最初は。言っちゃう人いるんだよね。LINE のプロフィール写真とか見ればさ、あの、わかるじゃん。なんか可愛くなってる元カノがあってなって、そういうその細かい部分の変わったところ最初から言っちゃう人いるんだよ。ダメだよ、それ。 うん、女性のセクシャルな部分には、あの、注目するな。うんね、それも、あの、気をつけてください。本当にこの報告書はね、やばい。あの、 かわいそうだけど、蝶々かわいそうだけど、こんなに叩かれてさ、結婚してんのかどうか、ね、子供、孫いるんかどうかは知らんけどさ、ちょっとま、かわいそうだけど、その蝶々を馬鹿にする目的じゃなくて、反面教師として勉強させてもらうって、マジ重要だと思って今ちょっと話してるんだけどね。で、次、えー、手を触られた際、拒否をすると、嫌がるのは彼氏がおるでか <laughs>、と言われる。うん、岐阜岐阜弁だね、これ。 彼氏がおるでかって言われたんだね。うん。あのー、彼氏がいるかいないかは聞くな。それはセクハラ。そのこと聞くこと自体が今当たり前にセクハラじゃないね女性の年齢聞いたってダメって言われるんだよ。結婚してんのかしねえのか聞くのもダメ。業務に関係ねえからセクハラなんだ、それ。ね業務に関係ねえことを聞くのはセクハラだって言われてる時代に、ねあなたじゃあその、復縁したい。例えば元カノと復縁したい男性のあなた。 彼氏できたって聞いたらダメだよ、それ。当たり前ですよ。それはセクハラなの。ね。でも、昭和の考えが残っちゃってる20歳、25歳、30歳。で、あの、それ以上の年齢の方もそうだよ。まあ、とにかく特に若いにも関わらずってところぜひ今、伝えたいから。若いにも関わらず、彼氏できたって。聞くなよ、そんなこと。あの、身も蓋もねえな。 マジで面白くねえ、それは。きじゃないよね。うん。京都の、あの、京都のヒゲの YouTuber でね、t i k t o k e のおっちゃんっていうか、あの、男性見たちゃんと見てる。うん。粋じゃねえって。きじゃねえこと聞くなって、ほんと。彼氏がいてもいなくてもさ、その、彼氏、いようがいまいが、いたところで、その、もう、奪い取るじゃないけど、もう、俺のことを改めて好きになってもらうっていう気持ちで、結局接していくしかないんだからさ。 だからそんなこと聞く必要ないんですよ。いるかいないかとか、はあ。なんだ、石橋を叩いて渡るじゃないですけど、その根性が情けなくない彼氏いるのいないの好きな人いるのっていうのは石橋を叩いて、なんか保険かけながら進んでいく感じするよね。情けねえな。ダッシュだろ。マジで。で、ダッシュだろっつっても相手のこと考えないダッシュではもちろんダメなんだけど、でもそんなこと聞いちゃダメっていうことですよ。 はい。あとね、あの、これもね、LINE で、あのー、特にその、昭和の、若いのに昭和の皆さんよくやっちゃいそうな、あの、行動ですけど、いきますよ。これ最後になるかな。特に伝えたいのは、手を握られて引き寄せられ、手を握られて引き寄せられ、頭をげんこつでコツンとされる。なんか、なんかミスったんだろうね。なんか下手打って、あのダメだぞっていう、その、蝶々の注意なんだ、それは。注意としてダメだぞって。 女性社員ですもちろん。女性の従業員なんですけど、頭を玄骨でコツンとされる。その後、ちょっと言い過ぎたなと頭を撫でられた <laughs>。やる人いるからね、これ、本当に。じゃあこれ、じゃあその、じゃどういうことって言うと、例えば LINE で、あの、元カノに対して、お前ってこういう性格だったよな。でも今なんかそんな感じしないね、みたいな。一旦下げからの上げ、みたいな発言を、 せっかくネット普遍工作やって久しぶりに返事が返ってきてまだ間もないのに仲良くもなってないのにそういうその相手をちょっと小バカにしてからのちょっとその持ち上げてあげるみたいな謎テクニックまあ確かにそういうの,あの効果がある場合もあるじゃん日常生活においてはさお前こういうとこあるよなでもこういうとこすげえよなっつって相手をちょっと落としてから持ち上げてもっと喜ばせてあげるってテクニックは 通常の人間関係においては、あるよ。ある、あるけど、僕もコミュニケーション下手な方じゃないけど、それはなかなか難しいし、リスキーだよね。リスキーです。失敗することもあるよ。うん、なんかその、昔外見君はこうだったけど、今 LINE のプロフィール写真見たらこうだね、みたいな。その外見昔こうだったけど、要はその太ってたけどとかさ、あの、なんか、うん、そのやぼったい感じだったけどとかさ、あの、メイクあんまりしなかったけどとか、それだよ。 でも今こん、すごい可愛いねって褒めてあげればなんかその喜ぶんじゃねえか俺のこと好きになってくれるんじゃねえかっていう浅はかな思考回路。あ,あ、落としいる復縁したいのこっちだぜ。なぜその落とす権利がある嫌われるじゃんそんな100%。嫌われる以外の未来がないよね。今でも僕はあの確実に大丈夫って時以外は本当にその 軽率に使えない、このテクニックか。お年からの上げは。昔ね、前、あの、大昔だけど、僕は20代の半ばぐらいに付き合ってた彼女がいて、うん、なんか、その、彼女と、その、胸の話になったんですよ。で、その彼女さんは、あの、胸あんまりなかったのよ。あの、A カップとかだったの。で、その彼女に対して、でも、顔はすごい可愛かったんだ。 僕にとってはね、すごくこ,のこうシュッとして、えー、と、まあ、可愛い感じのルックスの顔だったんだけど、あの、胸がちょっと小さかったから、でもその、顔が綺麗だよってことを言いたかったのよ。あの、本当に美人だよってことを伝えたくて大好きだからっていう気持ちだよね。その時に <laughs>、これはあの、僕の、あの、今の感覚じゃないです。当時の愚かなる僕が、今から20年近く前の愚かなる僕が言ったことだから、今の僕の考えじゃないから言うけどね。よし。ええー、とね。 美人って大体おっぱい小さいよねって。だから、あのー、美人だよねって言ったんだよ。その言い方なくないっていうのもさることながら、その時もう一人友達がいたの、女の子の。その、彼女の女の子。うん、その女の子、正直その胸が大きかったんですよ。その女の子いるのにもかかわらず、僕こっちしか見てないから。 胸が大きい女の子のとその、その子の、も、彼女の友達の横で、あの、胸がちっちゃいやつは美人、胸がでかいやつは大体ブスって言ったんだよ。そんなことないよ。そんな、本当はそんなことないんだけど、あの、当時の愚かなる、愚鈍なる僕は、ね、そういうこと言っちゃったのああ、下げからの上げで褒めていこうと思って。難しいんだ、これ、本当に。 ねえ、せっかくネット復遍コンセプトでそんな感じでいいね、返事が来たのにもかかわらず、あのー、まあ、下げ、下げからの上げっていうことをやろうとしちゃったがゆえに、実際やっちゃったがゆえに、もう、もうやっぱり連絡しないでください。ちょっと迷惑なんでって、いきなりトーン変わって言われちゃったとか、もちろん既読するとか未読するとかもあるし、うん、そ,のその、わざわざ傷つける。当たり前だよね。もうそれ態度ガラッと変わって、そこでおしまいになっちゃうよ。 だから、そういうことは、やっちゃダメだし。うん。ごつんからのよしよしだね。いやー、やってる人いますよ、若くても。本当でそれはなぜっていうところは、までは今、この動画では、まあ、話せない。その尺の問題もあり、なかなかの話になっちゃうんで、家庭環境とか地域性とかに問題があったりとか、いろいろ問題はあるんです。そういうことを言っちゃうの。あと、自分に自信がないから、なんか、その、より一層効率的な。 あの自分を自分がのことを好きになってもらえるような効率性の高い褒め発言したいっていうそのなんだろうねずる簡単に言うとずるの意識下げてから上げ発言すればもっと好きになってくれるんじゃねえかっていうなんかこう本当浅はかっていうかずるだよねずるによってなんかテクニックによって好きになってもらおうってあの調子こいてるっていうことだ簡単に言うと調子こいてそういうこと言っちゃう。 よくないよ、本当で、そういうところを、ちょっとその、まあ、直していって。今回言ったようなところは結構本当に多いから。だから、まあ、その常識とか礼儀とか大事だっていうこととかを、まあ、他の動画でも言ったりしてますから。ぜひね、あの、目上の上と、目上の上、目上の人と、例えば職場のね、目上のその上司とかに何か誘われたら飲み会とか、え、めん、行っても行かなくてもいい飲み会とかに出たら、行きなよ。行ったりとかして学ばねえと。 どういうのって失礼なんですかって聞いたりとか、自分まだあの小僧なんでって言って、あの、失礼なこととか、その、区別分かってないんで教えてほしいですって言ったりとかしたら色々教えてくれるよ。こんなが、こんな奴がいてさって。え、で、こういうこと言ってきた奴がいたけど、あれは腹立ったなとか、そういうことを教えてくれたりとかするから、結局そういうね、今言ったような失敗を犯さないためには常識と礼儀が大事で、 えー、それを学ぶにはもちろん今こういう動画でもね重要なポイント話したけどさでそれ以外にも細かいところとかもまだあったりするからそういうのは現場で身につけていかなきゃならなくてでそのためには目上の人間と飯行ったり飲みに行ったり話したりっていうことが重要なのよそれをやらないでしょさ昨今のあの若いもんはって言っちゃうけどさやらねえからあの失礼だって思われてそういうことになるんだ っていうのが、まあ、老婆しながら、ちょっとその、お伝えしたかったことなんです。はい。ですから、ぜひ皆さんね、あのー、その、非常識なことは言わないように、練習して、これ練習しないとできないことだからね。自然には身につかないもの、これは。礼儀作法は自然には身につかないの。で、礼儀作法は、自分の家庭のレベルの礼儀作法しか、基本的には身についてないの。それ以上の、それより上のレベルになるためには、自分で勉強しなければならないの。 それを意識して勉強して、いきなりなんか話すの難しいんだったら、その年上とか目上の人間と話す機会もないんだったら、まずやっぱり本読んでみるとか、なんか調べてみるとかでもいいしさ、そういうのをちゃんと勉強していかないと、結局、その、まああなたが自分磨きしました、外見変わりました。表面上はかなり変わった感じになってます。でも中身が全然変わってなかったが、ゆえに、せっかくネット付遍工作の効果が出てんのに、ダメになっちゃうっていうことがあるの、それはマジであなたにとってももったいないでしょ。 お金が無駄になっちゃう、それは。だからね、ぜひ頑張っていただきたいなと思って今回動画撮りました。うん、春ですからね、どんどん動いていきましょう。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。